ばんは、こんにちは、おはようございます、おやすみなさい、みたけです。今日は YouTube 始まって以来の地毛です。びっくりした方もいると思うんですけど、坊主なんです。わかるかな、ポニーテールにしました。そう、 YouTube 始まって1ヶ月なんですよ。1週間に一度今上げていて、三日坊主の私がこんなに継続できるとは思ってもいなかったです。もうね、あくびしながら喋ってごめん。編集の作業が変だし、撮影もね大変だから、眠いし、もうしないんですよ。見てくださってる方ありがとうございます。ね、聞いてほしいんだけど、あ、ブレスレット取れちゃった。前回の動画で匂わせ告知したんですけど、初めて私自身の話をしたいなと思っています。まあ、恋の話なんですけど、需要あるかな、わからないけど、まあ見たけチャンネルなのでお許しください。わかる人にはさ、わかると思うんだけど、今日大人なちょっと過激なプリントのシャツを着ています。それで恋の話かよみたいな、あらららーって感じなんだけど、様子がおかしいのは今に始まったことじゃないので。ちなみに今日の装いはこんな感じです。エッチなロリータ味が可愛くないですか。結論から申し上げますと、私みたけ3年半セックスしていません。やばいですよね。もういつだったかな、欲求不満すぎて地球とそういうことをする陰部を見たことがあるくらいで、詳しくはノートを読んでね。過激な内容です。行為にトラウマがあったり、嫌だ絶対したくないとか、そういうわけではないんですけど、どうして、その間にデートもしてきたし、価値観、え、めっちゃイケてない、最高なんですけど、一般女性ではないみたいなので、本当にね、いつもいつも、まあ私が悪いと思うんですけど、お相手のせいではないと思うんですけど、いつもね、恋愛はねうまくいかないんですよ。だからもう皆さんすごいなと思って、世の中の人たちすごい恋愛してるじゃないですか。で、特に京都とかだと鴨川っていうね、まあ、昔私そこで振られたことがあるんですけど、すごい眺めのいい川で、ちなここ本当は反対側だけど辛すぎて映せなかった、察してください。恋人たちが等間隔雰囲気良さそうにお話ししてるんですよ。なんかそういうの見ると、あれ別の世界のお話なんじゃないかなっていう風に思っちゃって、苦しいですよね。今ね、気になっている方がいて、なんかギプ出ちゃった、もうこういうとこがダメなんだろうね。気になってる方がいて、もしそういうことをするってなったら、もう視聴者さんと友達全員集めて帝国ホテルとかで、みたけちゃんおめでとうって開通春画パーティーとかをもう開催してほしいぐらいなんですよ。なぜ恋愛がここから真面目に語ります。私自身理解していて、昔からね、私を知ってくださってる方や YouTube から知って、この人目がね座っていると気がついた方、正解です。うん、おいおい歩んできた人生の話はするのですが、 YouTube のねコンプラがどん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 厳しくなってきているみたいなので、言えないかもしれないんですけど、そう、生まれた時からなかなかハードコアな人生を歩んできました。本当はね、もっと普通に
行きたかったんですけど私波乱万丈なのキラリンみたいな、涙のわけはみたいな、あんな綺麗にまとめられないレベルですね。すっごく雑に例えると現代の新宿歌舞伎町にいる東横キッズと親戚みたいな感じ。てかさ、最近の若い子本当に可愛い。もっと自信を持ってください。話変わっちゃったんだけど、全然可愛くなくて、探偵事務所でも働いてたんですよ。虐げられてきた人生だったので、合法的に自分が勝つにはどうしたらいいかなっていう頭の中でいろいろ考えた時に、法律に詳しくなろうと思って、それで探偵事務所。そうすると勘はどんどん冴え渡るし、法律も必然的に詳しくなって、守ってあげたい女性みたいな、寒いみたいな。感じとは真逆になっちゃって、こんな風に言っても誰も信じてくださらないんですけど、弱い存在ではあると思うんです。経営もねしてたんで、自由に使えるお金が人よりも多かったです。まあ見た目とか、でも最近はその成り上がり的な、英吉さんの本素晴らしいので読んでください。自慢するのはすごいダサいなと思って、すごい深く深く反省してしていないんですけど、まあ家庭環境がね最悪だったんで、自分を褒めてくれる指標みたいなものが、自分の稼ぎ、自分が頑張って稼いだお給料の数字が全てだったので、うん、一種のね工事病みたいになっちゃったんですよ。驚くこととかも必然的になくなっちゃうから、まあ、虫とか出たらすごい嫌だなって感じ、なんかそういうレベルのびっくりはあるけど、いい感じでもちょっと僕には私には強すぎるみたいな感じで懸念されちゃう部分もあるんですね。お付き合いしている時とかに価値観のズレとかそういうのをすごい感じてましたね。そういった意味で恋愛がうまくいかないです。だから私もアニメを見たり読書をしてた方が楽しいなってなっちゃうんですよね。で、大体私のことを好きになる方って岩井俊二監督の昔の作品で、まあ、様子がおかしい、ちょっと情緒不安定というか、女の子がいっぱい出てくるじゃないですか。色実が大好きです。素晴らしい作品なので見てみてください。これもね本当に岩井さんの目に入るとは思わなくてすっごい嬉しかったです。撮影頑張ってよかった。そういうのがね好きなね、サブカルクソ野郎みたいなのがすっごい多くて、すっごい言葉悪くてごめんなさい。でもさ、生きてるじゃん。だから生きてるがすごい現実だからさ、映画みたいにさ、うまくそんなさ話がさピョン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 ってさうまくいかないわけじゃないですか。でそういう時にあガチだってなっちゃうんですよね。ほんと身勝手だと思いますよ。うん、まあ、今自分の話ばっかりしちゃったけど、恋愛ってさ今まで何度もそうだったと思うけど、こう繰り返してきた当たり障りのない自己紹介から相手と自分をこう探っていくというか、距離を近くするみたいな感じの作業みたいなさ、作業とか言っちゃいけないけどさ、そういうのが入るじゃないですか。話してさつまんないってなるだるいじゃん。性別をね一括りにするのはすごい差別的で良くないなって思ってるんですけど、同性とかだったらさ、好きな話とか、あそのリップその美容法をほんと最高だよねって10時間でも15時間でもぶっ続けて喋れるじゃないですか。それが男性というか、まあ異性だと基本的にないから、すっごい難しいフィールドだなって思ってます。てな感じで東京タラレーバ娘もびっくりするようなひもて人生を歩んでいるんですけど、まあ、ちょっと恋愛運が上がるために最近ダイソーさんで
お迎えしたおキャンドルさんでも炊けますかみたいなね、着地点が分かんなくなっちゃったんですけど、京都市場通りにあるダイソーさんが置いてあるものがねおしゃれすぎていっぱい買っちゃいました。こちらは大好きなチェーンソーマンのエコバッグです。丈夫なステンレスの洗濯干しとかも置いてあって550円なんですよ。すごくないですか。ごめんね、生活感が丸出し。オープンしたばっかりみたいなのですごく店内も綺麗で、アロマ系やおしゃれな家具、食器なんかもね充実してました。いい香り。ちょっと画面に映んないか持ってるね。そう、あの最後にお伝えしたいことがあるんですけど、みたけハッピーピエンチャンネルを見てくださってる方は私とまあ似たようなハードコアモード生きるのが辛いっていう方も多いと思うんですよね。でそういう時に寂しさからお相手に依存しちゃう苦しい恋愛をねしている方っていうのもいらっしゃると思うんですけど、自分自身もハイブランドのように貴重品のように大切に扱ってください。あなたが自信がないのはすぐに治らないかもしれないけど、ハイブランドのようにね自分自身を扱っていると病むこととか自分自身を大切に、自分自身を雑に扱うっていうことがどん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 減ってきて、病むこと、苦しい恋愛をすることが少なくなってくると思うんですよ。なので皆さんそれぞれエルメスでありシャネルでありあなた自身なんですよという、まあこれでまとまったかわからないですけどことをお伝えして終わりたいと思います。それではごきげんよう。ありがとうございました。それではごきげんよう。